とブドウと温州みかんとかあるんですけど、グミプニプニしてて美味しいので、よかったら皆さんも食べてみてください。はい、私が紹介する商品は長良さんのさつけの素です。これに野菜をつけて持って、そのまま冷蔵庫に放り込んだらそのうちできるんです。めっちゃ、ほら、うちでも作れるやつなんですけど、めっちゃ簡単なんです。でもちゃんと味ちゃんとつくんで、すごく美味しいし、熱中症対策にもいいので、ぜひ皆さん食べてみてください。はい、奈々子が紹介する商品はリケンさんの青じそです。この商品は爽やかな青じそ香る豊かな味わいで、今ならなんと限定でディズニーのパッケージがついていますので、皆さんぜひ買ってください。お願いします。そしてクリコさんのポッキー史上最も細いポッキーです。これめっちゃ細いのに50本も入ってるんですよ。たくさんの人と分けて食べれるので、これおすすめです。それとですね、ココナッツ味のポッキーです。これでチョコのところにココナッツついてて、食感とかもすっごく楽しいので、よかったら夏限定なんで、よかったら夏に食べてみてください。お願いします。それじゃあいろんなね商品あるけど、皆さんたくさんたくさん食べてみてください。商品紹介終わります。ありがとうございました。Okay.